はい、こんばんは、マックスです。今日はですね、今月に一度の循環器内科の診察を受けて、そして、お薬をもらって、出てきたんですが、今日はこれからですね、月に一度の10キロウォーキング。まあ、これまではですね、毎日、10キロ歩いてたんですが、今は月に一度ということで、これから頑張ってね、歩きに行きたいと思います。そしてですね、今回は、先日受けた人間ドックの報告をですね、主治医の先生、ご報告してきたんですけれど、何せとにかく前年同期非常に悪い数字がいろいろ羅列しており、本当に、ね、体重においては5キロも増えて、本当いい加減せよということで、まず食事ですね、食事を制限しなさいということで、カロリーを減らせなさいということでした。まあ、ご存知の方は、あれですけど、自分の動画で、ついこの間まで、上村食堂に行って、その後ダブル飯なんてことをしていたので、まあ当然の結果といえば当然なんですが、こういう形で指摘されると、ああやめとけばよかったなというふうに思っております。ということで、これから10キロ頭の中もうこのことばっかで、ずっと反省をしながら歩き続けるんですけれど、まあその前にね、夕食をどこかで食べて、まあそれもね、よく考えなきゃいけないし、ということでこれから頑張って、歩いていきたいと思います。そして、今日はですね、持ってきているカメラはニコンの Z6III、こちらを持って、ウォーキングに出てきているのですが、本当はね、小さなアクションカムでも良かったんですけれど、前回の収録というか撮った動画で、ロードのワイヤレスプロ、こちらのですね、音量の設定、入力のですね、音量の設定をミスっていたようで音割れしてたんですね。で、いやこれは困ったなと思って、まあ、結局その動画は上げてしまったんですけれど、まあ、それのリベンジということで、今日は若干、音量をね、調整して、前回はねオートで撮ってたんでなんか音割れしちゃったんですけど、オートで撮って音割れしたら困るなということで、今日はとりあえず、マニュアルで、音声を撮っています。さあこれから、夕飯をね、撮って、ウォーキングに、行こうと思っているんですけれど、今お医者様から食べ物には気をつけるようにということで、何を食べたらいいんだろうなということで、まあ最後の晩餐ではないんですけれど、ここ一番がカレーですね。そこで、極力カロリーの少なそうなものを頼んでみようかなと思っております。さあココイチ入ってきましたが、もうこれしかないですね。チキンカツカレー、チキン南蛮カツカレーっていうのもあるんですね。やっぱこっちかな。なんかこんな新しいメニューも上がってますね。これも魅力的です。これにしてみようかな。ということで、
最後の晩餐はこういう風になりました。はい、ごちそうさまでした。結局、糖質を食べてしまいました。揚げ物ですね。いやー、カレーも美味しかったですね。いつものルーじゃなくて、牛カリーということで、いつもと違うルーなんですけれど、それがとても美味しかったです。さあ、罪滅ぼしというわけではないですが、ここから、約10キロウォーキング頑張らないといけないんですけど、なんかすでに、心砕けていますね。いや、背中も痛いし足も痛いしと、4分の1ほど歩いてまいりました。やはり、運動不足か体が重たいですね。なかなか足が前へ出ていかないという感じです。そして、先日まで街路樹の葉っぱが緑だったんですが、ようやく黄色くなってきましたね。早かったですね。もう一気に、黄色に変わりました。綺麗ですね。はい、ようやく歩いて桜新町までやってきました。はい、6515歩、 4.6 キロ、まだ半分にも達してませんね。さあ、ここからもう一踏ん張り頑張って歩いて行かないといけませんね。いや、なんか、風はね、外の空気は冷たいんですけど、洋服をいっぱい着込んでるんで、洋服の中はね、結構汗ばんでいて、これがね、多分風邪をひく原因になるんじゃないかなと思っているんですけれど、いや、なんかね、前回、違う、先々週ですか、風邪ひいた時、こんな感じだったんですよね。ですんで、帰ったらすぐ、シャツをね、着替えて、体冷やさないようにしないといけないなと思ってます。さあ、頑張って歩きましょう。はい、やっと駒沢オリンピック公園までやってまいりました。いやー、いつになく疲れましたね。そしてすごい落ち葉です。落ち葉、駒沢公園まで入ってきましたけれど、明らかにね、こんだけ大きな公園、木々がたくさんあるんで、温度がね、どのぐらいだろう、1度から 1.5 度ぐらいかな、低いんですよね。寒い、そんな感じです。そして明らかに酸素の量が違うっていう感じで、息を呼吸しててなんか気持ちいいっすよね。やっぱ緑って大事ですね。そして先ほどから、たくさんの人が犬の散歩をしていますが、アクセルもね、しばらく散歩へ出せてないので、別にね、遠くまで行く必要はないんで、駒沢公園だったら近いんで、今度日中でもね、時間があるとき、散歩に連れてきてあげたいなと今ふと思いました。はい、駒沢公園まで来てやっと1万歩を超えましたね。
距離にして 7.1 キロ。はい、約3分の2ですかね、3分の2歩いてきたっていう感じです。さあもう少し頑張らないといけませんね。いやしかしこの黄色い絨毯なんか気持ちいいです。公園の池にカモがいるんですけど、さすがに F4 のレンズだと暗くて、映ってないと思いますけれど、数羽のカモが池にいます。はい、12,164歩、 8.6 キロかな。はい、もう間もなく、スーパーへ着こうということで、あと残り、1キロほどですかね、1キロ半ぐらいか、にて、今日のウォーキング達成ということになります。いやなかなか疲れました。久しぶりでしたのでね。はい、ということで、今日も頑張って、歩いてまいりました。またね、頑張ってこれからも歩き続けたいと思います。今一月ね1回ペースですけれど、これをなんとかね、一月3回から5回ペースにしたいなと思ってます。寒いけどね、夏の暑い時よりはいいかなと思いますけれど、はい、ということで今日は久々の、月に一度のウォーキングしてまいりました。はい、また次回、ウォーキング動画もねちょっとね上げてみたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではどうもご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。